配子場理論とは、金属錯体の D 軌道の分裂を、金属の D 軌道と配子の軌道との間の相互作用によって説明する理論である。結晶場理論においては、D 軌道の縮体が溶ける原因を、配子の持つ、負電荷が作る、静電場に求めており、その結果、同じ価数の影イオンであれば、同じ分裂の大きさになるという結論になる。しかし、実際には分裂の大きさは、同じ価数であっても配子の種類に依存し、IBRCLF のようになることが知られている。また、一酸化炭素を配子とする錯体で D 軌道の分裂が大きくなることも説明できない。このように、定量的に D 軌道の分裂の大きさを示すには問題があった。配子場理論においては、金属の D 軌道が配子の軌道と相互作用することにより、エネルギーの低い軌道と高い軌道に分裂するために D 軌道の分裂が起こるとする。これによって分裂の大きさの定量的な評価が可能となった。配子場という言葉は結晶場という言葉に対して用いられたものである。結晶場は配子を単なる負電荷として見た場合の静電場であるからクーロン反発しか考慮していない。それに対して配子場は配子の原子核と電子を分子軌道法に従って考慮しているから配子との電子の共有による軌道の安定化も考慮した静電場となっている。分子軌道法において2つの軌道が相互作用するのはそれらの軌道が点群の同じ対象種に属する場合に限られる。そこで配子場理論においては複数の配子の分子軌道の線形結合を考え、その対称性によって分類して金属錯体の D 軌道との相互作用を考える。この対称性によって分類した配子の軌道を配子群軌道という。配子場による D 軌道の分裂、例えば、正八面体系の6配位の金属錯体について考える。座標の原点に金属イオンを配置し、X 軸、Y 軸、Z 軸上に6個の配子を正八面体系に配置する。金属の持つ5つの D 軌道は DZ2 とデラックス 2Y2 の2つの EG 対象種、及びドキ C、DYG、DYG の3つの T2g 対象種に分けられる。配子群軌道として、金属とシグマ結合するような結合だけを考える。すると、A1g 対象種の軌道、T1u 対象種の軌道、EG 対象種の軌道ができる。そのため、EG 対象種に属する2つの D 軌道は、同じ対象種の配子群軌道と相互作用して2つの反結合性 EG 軌道になる。一方、T2g 対象種に属する3つの D 軌道は、相互作用できる配子群軌道が存在しないので、元のエネルギーのまま3つの非結合性 T2g 軌道になる。このようにして D 軌道の縮体が溶ける。一方、配子群軌道として、金属とπ結合するような結合を考える。すると、T1g 対象種の軌道、T1u 対象種の軌道、T2g 対象種の軌道、T2u 対象種の軌道ができる。この場合には、T2g 対象種に属する3つの D 軌道も、同じ対象種の配子群軌道と相互作用できる。もし、相互作用した配子群軌道に電子がすでに入っている場合には、これらの電子が新たに生成した結合性軌道を占有するので、金属の D 電子は新しく生成した反結合性。T2g 軌道に入らざるを得ない。そのため、配子との相互作用がなかった場合に比べて、D 軌道の分裂幅は小さくなる。逆に、相互作用した配子群軌道に電子が入っていない場合には、金属の D 電子は新しく生成した結合性 T2g 軌道に入ることができる。そのため、配子との相互作用がなかった場合に比べて、D 軌道の分裂幅は大きくなる。一酸化炭素やシアン化物イオンは、電子が入っているπ軌道よりも、電子が入っていないπ軌道の方が、金属錯体の D 軌道と強く相互作用するので、D 軌道の分裂が大きくなる。この現象は、配子の電子が金属に供与されて、配結合が形成されるのとは逆に、金属の D 電子が配位子に供与されているので逆供与と呼ばれる。ありがとうございます。